広島と境なの。うん。お弁当って、うん、書いてあった。今のアスパラ、春巻き、レンコン、桜えび天、じゃがいも、豚巻きフライ、グリーンピースロール、何から食べよう。あ、桜から食べよう。生麩かな。生麩って書いてある。あ、じゃあ最後にしよう。私生麩大好きだから。じゃあまずは人参からって。足が効いて美味しい。なんか優しい味でいいね。いただきます。たけのこご飯だ。やったで。あ、本当だ。この間、うちにも、うちっていうか実家ですけど、たけのこが届いて、たけのこご飯。母親が絶対どっかからもらうから、買いたくないって言って、ずっと買わなかった。スーパーにはだんだん、あの、たけのこって並び始めるんだけど、買わない買わない、絶対来るから。ちょっと待ってみたいな。来た。で、着出すと、他の人からもううちもたけのこあるんだけどいらないみたいな感じになってきて、すごいね。今はちょっとうちにもいっぱいあるからいいですみたいな。他の人もうみんなに分けたくなるんだと思うよ。取りすぎるから。うん。金ちゃんおやつ。ちょっと取って、シップ。金ちゃんのご飯食べてる気分。お座りしないと。みんなお座りしてる。はい。すごいよ。誰がすごかった。早い。はいはい、おしまい。ゲンさん、はい、美味しかった。もうあるよ。いいね、妹さん。素敵なお店で働いてる。カメ口モナカっていうのがね、うん、あるの。カメの形したモナカなんだけど、うんうん、今はそれを、それにあんこ詰める仕事って言ってた。
味しそうだよ。一番亀吉もなかが気になるけど食べてください食べますうん、マスクしてるね。おいしい、うん、占いだって。どうやって来ない？ピリピリ。結構ロケになりたいね。うん。上に駐車場ないの？すぐやればすぐさ。すぐやれば。格言みたいな感じで。でも辻占い。今日の一言。そう。辻占いってそういうあれなのかな。うん、ごめんね、亀さん。そう、解剖。えい。分け割れちゃう。本当だ、なんかあんがぎっちりだね。でしょ？綺麗な方食べます。41グラム入ってます。はい。はい、いただきます。41グラム。ここ山口。うん。山口です。すごい、みんな日向ぼっこしてんのかね。ねえ、綿帽子のカメラすごい大きかったね。スケートボード。
ら大きいね。結構大粒。うどんみたいだよ。うどんって書いてあった。細麺って書いてあったの取ればいいかな。ああ、ない、そんなのもあったの、うん、チョイスできたの、うん、But I'm glad for myself that it could never happen to me. It could never happen to me.